大田区から出張でヘアメイクと着付けとネイルをしております。ヘアメイクアーティストと着付け師とネイリストの柳沢まなみです。主に七五三とか卒業式と入学式と成人式だったり、二分の一成人式の着付けとヘアメイクとをご自宅に訪問してやらせていただいております。やっぱりご自宅に来てヘアメイクとか、ね、着付けとか、まあ、こういうコロナのご時世なので旦那様が在宅勤務だったりお子様がいたりしてできない方に場所を借りして、池上にある着物とコーヒーのお店風林さんだったり、ソイフォトスタジオ武蔵新田にあるんですけど、着付けとかのヘアメイクをやっております。でネイルなんですけど、風林さんで出張ネイルをしております。で大田区で活動しているフォトグラファーの深澤由美さんと授乳フォト撮影会だったり、あと七五三とか、あと着物イベントの撮影会とかも一緒にやらせていただいてます。と広告などで載っているモデルさんのヘアメイクもしております。平日限定なんですけれども、サッカバッカさんのオープン前にヘアメイクだったりアドバイスメイクレッスンをさせていただいております。早朝からご予約可能です。で詳しくはメールアドレスからお問い合わせか、インスタからお問い合わせいただければと思ってます。ヘアセットが6000円から、着付けが6000円から、で出張料金がプラス1000円で早朝料金が1000円になります。で詳しくはブログに載ってますのでご確認ください。やっぱ忙しかったり小さなお子様がいて美容室に行くのが大変な方に、ご自宅で大きな荷物とか重たい着物を持ってかずに、ご自宅でお着付けヘアメイクできて皆さん楽ちんと言ってますので、困ってる方にぜひお手伝いできたらと思っております、ね、七五三とか成人式の卒業式とこれからのお考えの方に少しでも素敵な思い出になるように全力を尽くしてやらせていただきたいと思ってますので、もうどんな小さなことでも構いませんのでお気軽にお問い合わせいただければと思っております。よろしくお願いします。パーソナルカラーがスプリングタイプのカラーでしたので、目元もコーラルピンクで、チークもリップも合わせて春っぽい感じに仕上げました。出張サロンの柳沢まなみです。皆様のご利用お待ちしております。